今日2023年の2月まで行くんですよ。あと2年ありました。あと24回やらないといけないですよ。大丈夫ですか、このペースで。大丈夫じゃないんですね。ね、始発に乗らないといけないって言ってるのに、どうすんだ。どうやってスケジュール組もうかな。だからって言ったら、話す内容を発表したいかって言ったらね、語りたい。これはまだまだ語りたい。なんならまだ倍々くらい語りたい。すべての動画についてね、このリニューアルの時のね、時のね、話したかもしれないですけど、まあ、リニューアルのところで言うとね、いや、これはやはり話しとかないといけないな。リニューアルするときは、まあ、やはり、分数結構気にしましたね。この値とかも、その値とか、ケアとき、になっとるところとかあったんで、まあ、特にね、この近鉄ターミナルの動画って、一番最初に作ったときは、比較的30分尺で作るっていうね、のを、基本頭に入れてね、まあ、私やっぱ、言うてね、昭和生まれの人なんでね、そのあたり、テレビ番組の感覚でね、30分、まあ、CM 分とか削って20分、20何分ぐらいの動画を、一つ考えて、頭の中の軸に、それで、作るっていうのがあったり、それ用にね、尺とか回して作ってたんですよ。そうじゃなくてね、それを結構、駅ごとに分けるとかね、いうような感じで、10分ぐらいの動画で、結構構成を、変えるように、変えていったところかな。これは、大体10分ぐらいの動画でしょ？ 7 分とかですもんね。そうそうそう。いう感じで作っちゃって。だから、このあたりとかの動画でも、全然ね、再生入ってない と思われる感じですけど、入ってないんですけど、なんやかんやと100再生を超えてくる。これが1500本あったら、累計再生数に、それなりに影響する。今ね、実はうち、累計再生なんと26万6000再生ってことでね、これね、300人のチャンネルにしては相当頑張ってますからね。何かあれで、いや、300人でも面白いチャンネルならもちろんそれは再生入ってきますよ。未来視聴事実もわかりますしね。どうですか？こんなつまらない動画ばっかり仕上げてるんですけど、それでも26万再生ね、入るような形で作ってるんでね。これでね、面白さとかね、視聴者様のね、関心がくっついてきたら、ガーンとブーストかかるんで、底堅くなるんでね。つまり面白くないんですけどね。元も子もねえこと言うとね、そういうとこがありますけど、それでも、なんとかなるようにね、それ以外のところね、面白さを磨く以外のところで、もう YouTube は戦えるな。これは一つゲーム性としては面白いですけどね。こんな感じで第2弾登録者数も結構3人増える時があったんですね、こっちって。っていうのがあったりしてから、ね、となったりを対処という形でございますね。というところらへんかな。花粉が来てるんですよ。窓なんてとてもじゃないけど開けれないよね。まあ、話してるんでね、露天商まだ開けれないんですけど。っていうのがあったりしますね。まあ、で、静岡が、まあ、まだまだリードオブまで引っ張って感じですね。っていうのが、こういう傾向であったりしましたよっていうのが2012月でした。で、3月はどうなってくるか、春になってね。まず、ちょっとね、傾向はもう見えてましたけど。